構造。PDB3 バイト QV からプラストシアニンは電子伝達を媒介する動眼有タンパク質である。光合成を行う様々な植物で見られる。このタンパク質は濃い青色を呈する金属タンパク質のファミリーであるブルー動タンパク質の典型例である。光合成においてプラストシアニンは高化学系2のシトクロム B6。 F 複合体のシトクロム F と光化学系 I の P700 の間の電子、伝達体として機能する。シトクロム B6F 複合体と P700 はどちらも葉緑体のチラコイド膜の流面側に残機が露出している膜結合タンパク質である。シトクロム F はプラストシアニンへの電子供与体として機能し、P700 は還元型プラストシアニンから電子を受け取る。 プラストシアニンの銅の結合部位。四つのアミノ酸が銅に結合している。プラストシアニンは X 線結晶構造解析により特徴付けられた最初のブルー銅タンパク質である。一つの銅中心を含む八本の逆平行、ベータバレルを特徴とする。ポプラ、ソウルイ、パセリ、ほうれん草、インゲン豆由来のプラストシアニンの構造が結晶構造解析により 特徴付けられている。これらすべての構造で、結合部位は一般的に保存されている。銅の中心に結合しているのは4つの位石であるの、イミダゾール元サイズ84のチオレート及び、メット92のチオエーテル。銅の結合部位の形状は、歪んだ三角錐型と形容される。システインのイオン原子と、銅原子間の距離は、メチオニンの要原子と、 同原子間の距離よりもずっと短い。長い CU、ジオエーテル結合は、過状態を不安定化し、それにより酸化力を高めているように見える。青色は、SPπ からカドックスに2 y 2への電解動繊維に割り当てられている。還元型プラストシアニンでは、ヒズ87はプロトン化される。同結合部位近くのタンパク質の分子表面は、わずかに異なるが、 すべてのプラストシアニンにおいて、同結合部位に露出するヒスチジンの周囲に、素水性表面が存在している。植物のプラストシアニンでは、高度に保存されたチロシン83の両側には、酸性残器が一致している。ソウルンやセリカのイカンタバ植物のプラストシアニンは似た、酸性残器を含むが、残器57及び58がないため植物のプラストシアニンのものとは、 形状が異なる。シアノバクテリアにおいては、表面の家電残機の分布は、真核生物のプラストシアニンとは異なり、細菌主間の多様性が大きい。多くのシアノバクテリアのプラストシアニンは107個のアミノ酸からなる。酸性のパッチは、細菌では保存されていないが、素水性のパッチは常に存在している。これらの素水性及び酸性のパッチは、 電子伝達に関わる他のタンパク質の認識、結合部位であると考えられている。プラストシアニンは次の反応でシトクロム F により還元される。帰り後、P700 による認識と結合が生じるまで CUPC はルーメンを拡散する。P700 と結合すると P700 は次の反応で CUPC を酸化する。酸化還元電位は 約3 7 0ミリボルトであり、東電点の pH は約4である。触媒の機能は電子伝達反応の速度を上げることである。プラストシアニンは酵素のように電子伝達に必要な繊維エネルギーを減少させたりはしないと考えられている。プラストシアニンは反応物のエネルギーを増加させ、 酸化還元反応が起こるのに必要なエネルギー量を減少させるインタティックステートという原理に基づいて機能する。プラストシアニンの機能を言い換えると小さな再配置エネルギーを提供することで電子伝達反応を促進する。プラストシアニンの酸化還元反応の特性を研究するためには量子力学、分子力学分子動力学シミュレーションなどの方法がある。 この方法によって、プラストシアニンが、約10キロカロリー、モルのインタティックな歪みエネルギーを持つことが、決定された。プラストシアニンは通常、クロロフィル B を含む生物やシアノバクテリア、クロロフィル C を含む藻類で見られる。海洋環境で見られるケイソウサラチオシラオシニカでも、見られる。海水に溶けている銅の濃度は、通常低いため、これらの生物がプラストシアニンを持っていることが、 発見されたのは驚きであった。一方で、海洋における銅の濃度は、亜鉛や鉄などの他の金属の濃度と比較すれば高く、こうした低濃度の金属を必要せずに光合成と成長を促進するよう適応した結果であると考えられる。ありがとうございます。